はい、ということで急にどうした、急に火力どうした、急に火力やばい、急に火力やばい、こいつさっきまで何だったんやじゃん。試運転みたいなもんか。試運転みたいなもんだったら、おい、また火力弱いやん。よし、はい、ということでほんわりとやんわりとあったかい感じになってきましたんで、おつまみを手作りハムべそ、うん、ということでね、これをいただいていきたいんですが、どうやって切ったら良いでしょうか。ここに切り口があったね。はいはいはい。これで肉を乗せることにより油が落ちて火力が上がることを期待して、おつまみ、今日のおつまみ、今日のおつまみはこちらです。厚切りベーコン。どん、おい、焼けろ。よいしょ。わあ、楽しみだな。厚切りベーコン。全然焼けてる気がしねえ。おい、これじゃスモークと変わらないだろ、この火力じゃ。火力弱え。これじゃマジ焼けねえぜ。おい、火力今日弱いシリーズの日か。今日火力あったまってる。あ、ちゃ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 、あったまってる。で、このお湯は、あ、お湯ちょっとずつぬるくなってきた。ちょっとぬるくなったぐらいかい。もっと頑張らんかい。マジで。全然焼けろ。あ、でもちょっとジュージュー言っと。あ、ちょっとジュージュー、ジュージュー、ジュー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 、聞こえた。皮、寒そう。ジュージュー言うとるけど。うわ、ちょっとジュージュー聞こえてる？ちょっとジュージュー言っと。これでももっとこう逆光だからな、うん、ちょっとベーコン、このベーコンちょうどのサイズやん。マジこのサイズ感や、この厚切りベーコン。おい、全然厚切って、厚切りすぎて、お前焼けとらんけ。大丈夫け。ちょっとまた足す、これ。ここをこうして、ちょっとまた立たない。どこやったっけ、ほんで。は、あ、ここにあった、この。こいつらに餌を与えるか。じゃあ、ベーコン頑張れ。あちゃ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 、ベーコン頑張れ、ベーコンさん頑張れ。これ片側だと、お前また片側しか焼けないベーコンになっちゃう。こっち側もいっとくか。ベーコンさん頑張ってください。頑張れ頑張れベーコン、頑張れ頑張れベーコン。よし、網がちっちゃいからこんなナイフ1本で簡単に持ち上げられるわ。サブ耳
かぶっとかないと。頑張れ頑張れベーコン、頑張れ頑張れ。あ、ちょっとベーコンね、焼ける匂いしてきたな。ジュージュー言いよ、言いよるやん。ジュージュー言いよる。え？わ、すげえいい匂い。あ、めちゃめちゃ、めちゃめちゃいい匂いだ。めちゃめちゃいい匂いだけど。あちゃちゃちゃ、ここまで熱くなるんかい。熱いなあ、ボケ。いや、てか俺ベーコン焼く前に焼きたいものあったんだよな、そういえば。まあいいか、ベーコン焼いとこう。ベーコン頑張れ、油がにじんできた。頑張れ頑張れ。いや、ベーコン頑張るんじゃねえよ、炭が頑張れや。炭頑張れお前マジで。でお前お湯全然沸けんけど、あ、ちょっと、ちょっとぬるくなったぐらいのやつ。うわ、肉汁がジュルジュル出てきてるわ。これうまそう、食いて。うわわわ、あ、焼けてんじゃん。え、焼けてんじゃん。あ、見える？見えない？おい、ポッと消えただろ。お前どうせ消えたやろ、分かっとんぞ。消えた。え、めちゃめちゃうまそうなんやな。チン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 うるせえな。あ、違う違う違う。え、え、ベーコンちょっとうまそう。あれ、ベーコンといえば、ベーコンといえばのあれを買ってきてる。ベーコンといえばこちら、粒入りマスタードですけど、これもう食えるんじゃない？てかこれせっかくだけどさ、せっかく大きい大判なんだけど、真ん中で切っちゃおう。あ、すげえ柔らかい。何これ、え、超柔らかいじゃん。マジガチ。え、うわわわわわ、うわわわわ、これじゅわじゅわ。うわ、ってか肉汁めっちゃ垂れとる。肉汁めちゃめちゃ垂れよる。やば、ちょっとうまそう、うまそうすぎる。え、これ ごめんなさい、この焼けてるところだけもう先食べちゃいます。うわ、じゃあ今日のおつまみ、こちらベーコンさんでございます。いただきます。あかか、うわ、うん、待って、マジこのベーコンさんバリうまい。え、ガチで、ガチですか。え、これ一回お皿に取ってここで切って、ここで切ってのもう一回温め直し。え、ちょっと待って、これちょっと、これセンターにこれがあるとお皿が見えるっていうことに気がついたんで、
ここにこうして、いただきます。うん、これはうまい。ああ、これはうめえわ。ジャンベーコンさん、うん、断面ベーコンさん、うん、これはうめ、これはうめえ。っていうか米欲しい、ご飯が欲しいな。よいしょ。うん。うん。うまっ。それでですね、何を言っとんだ、このシールを剥がし、うん、このシールを剥がして、うん、なんだ、プッシュとこれを重ねる、ティースプーンの柄などで開ける、細いものなんかあったっけ。あ、これでいいよ。これで押し込むんだよね。よし、はい、これ、クレイジーガーリックさんでございます。いただきます。お、クレイジー、クレイジーだね。おお、めっちゃかけすぎた。あ、めっちゃ香り、オレガノの香り強えな。オレガノの香り、オレガノ入ってんの？オレガノ入ってる。天才。いただきます。あ、なんだこれ、めっちゃうま。うん、ちょっとベーコンさんうまいからもう一枚食おう。ベーコンさんがうますぎる。うん。ベーコンさんうますぎじゃない。火力弱。火力が。気合い入れろ。気を抜くとすぐお前火力弱くなる。ベーコンさん頑張ってよ、もっと。ベーコンさんじゃねえ。おい、また火力が弱くなっとんぞお前、しっかりせえ、しっかりと。これでもこのベーコンさんもうまいけど、このクレイジーガーリックマジガチうまい。うん、クレイジーガーリックさんうまいじゃん。火力が弱いねんお前は。あ、でも
あ、炭はかなりできてきてるな。あとは空気だ。空気の問題だ。空気をどんだけ入れるかの問題だ。全然だ。そうか、俺もアホや。俺アホだった。俺がアホだ。ごめん、俺がアホだった。お湯沸かすのになぜ蓋を閉めなかったのかっていうことだよね。さよなら。うん、まあでもお湯沸いたところでだけどな、今さら米間に合わんやろ。お湯沸いたところで。頑張れ頑張れ火力。うん、火力がゴミのようだわ。そうなってくるとだ、逆に帰って今のうちにこいつを焼いて火力を上げといた方がいい。国内産牛ヒレ肉ステーキ、上州牛というお肉らしいですけど、はい、こちらヒレステーキでございます。ドーン、頑張れ頑張れ。もうだ、下味つけないです。下味はもう、まあ、クレイジーガーリックをぶっかけておきましょう。クレイジーにぶっかけておきます。クレイジーガーリックさん頑張って。クレイジーガーリックさんに全てがかかってるよ。でもこの、正直このクレイジーガーリックさんあればワンチャンこれタレとかいらないかもしれん。タレ持ってきてるんだけどな。あ、クレイジーガーリックさんが焼ける匂いがいい匂いだね。あ、ベーコン焼けてきたかな。ででん、じゃーん、画質が逆光で分かりづらい。これ見えますかね。見えないですよね。分かりますかね。めちゃめちゃうまいんですけどね。ああ、肉も焼けてきてる。少しずつ。だからこの弱火のうちにこの熱いヒレ肉を焼いておく。多分このベーコンの、ベーコンも熱いですけど、ベーコンの3倍ぐらいの厚みがあるんで、なのでまあちょっと今のうちに両面焼いておくと、でじわ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 弱火で火を中まで通したいですね。よし、暇だな。これ焼くペース遅すぎて暇。てかガスまた消えてね。米が食いてえけどな。全然ぬるいわ。全然ぬるい。うん、もう無理だな。諦めよう。米はもう諦めます。今日は米食いてー。いただきます。ベーコンさん、これベーコンさんのベーコンタイムです。簡単に切れるこのベーコン、すげえわかる。もうスッと切れる感じ。あ、火力が上がってきた。お肉さんたちのおかげで。ああ、熱い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 。手が熱い手が熱い手が熱い。よいしょ。ふう。もう焦げちゃいそうな。クレイジーベーコンさんの
お肉さんを。これじゃ一口でかいね。よし、クレイジーベーコンさん、いただきます。うん、うまっ。うん、じゃじゃーん、いただきます。うん、うん、うまい、うまい。また前みたいに熱いかないっすね。冬場なんで熱がいかないっす。前この風向きがこっちで熱がそっちに行っちゃって iPhone 止まっちゃったんですよ。うん、うん、うまっ。うん、うん、うわー、うまいっすわ。うん、うめっ。うん、最高です。最高。うん、うん、ああ、硬くなっちゃった。見て、じゃじゃーん、ベーコンさん。うん、うまっ。うん、僕結構あの隠れ無類のベーコン好きなんですよ。僕いろんな、うん、国産のもものサイコロステーキでございます。こちら、はい、おい、火力よ。このヒレステーキ焼けるまでにちょっと時間かかりそうなんで、こいつで小腹を、あ、違う、満たしていこう。もうちょっとごめん、お湯止めるわ。これもう無理だ、これ絶対間に合わん。うん、ぬるま湯にしかなってないんで、すいません。今日はご飯お預けです。ご飯お預けです。でもこれでガスコンロっていうのはこの程度のもんかっていうのが分かったんで、はい、なので、まあ、勉強になりました。ガスコンロは使えねえ、やっぱりあの料理をするにはちょっとこいつ、このオーディー缶のこのこれオーディー缶っていうんですけど、こういう缶か、このオーディー缶につけるこのコンロはちょっときついですね。きついっていうか、あのでかい鍋無理だと、うん、っていうことを学べたんで、よかったなと。それも収穫でございます。なので次回はあのもうお湯を沸かすんだったらもうカセットコンロ持ってくるわ。こんだけテーブルでかかったらあのカセットコンロ多分余裕でいけるんで、うん、次回はカセットコンロにいたします。このあのイカレポンチソルト、わあ、これもう食いて、これもういけるっしょ。こちらもうダメだ、逆光で。いただきます。うん、うん、あの完全なる生
ちょっと早すぎましたね、すいません。ちょっとね、気がせいでしまいました。ちょっとこれをこいつをなんか固定できればこのライトでいけるんじゃないかな、もしかしたら。こうやってやれば、あ、こちらにつくだけか。よいしょ。この逆光を無に返したいなっていうことなんで、こいつをここに固定できたら嬉しいですけどね。なんかテープあったでしょ。テープをこうしてここに固定することができれば、もしかすると何とかを逆光関係なくお見せできるかもしれないと。うわ、ちょっとこれ一個試してみますか。これまだでも全然焼けてねえな。火力弱。炭がな。これで、ああダメだね。全然ダメですわ。いただきます。うん、やっぱり肉はタレが欲しいね。うん、俺基本濃い味おじなんで、はい、濃い味大好きおじなんでね。どこに僕はタレ系を入れたんでしたっけ。タレ系は僕のどこの袋に入っているんでしょうか。あ、これだ。はい。ですね、以前に使ったもの、まず生わさび。あ、ちなみに以前使ったやつはあのホースラディッシュはもう賞味期限が切れていたんで、はい、さよならしましたけど、わさびと、こちらキッコーマンの醤油でございますね。醤油わさび、やっぱりこれが一番安定じゃないかなと僕は思うんですね。結局のところこれが一番だなって。でこれと、これ以前お気に入りだったステーキソースで、これだけだとちょっと甘いんで、おう、これに、まずこの粗挽きガーリックをね、投入しまして、死ぬほど投入します。こちらの醤油の方にも死ぬほど粗挽きガーリックを投入します。はい、ということでございます。あとは大したものはないです。はい、よいしょ。このヒレステーキがもうそろそろじゃないですか。あ、ほら、これいい具合じゃないですか。これ多分ですよ。あ、ちょっと火入れすぎたな。火入れすぎましたけども、こちら、あ、見えねえ、全然見えねえ。え、バカじゃないの？え、バカなのこれ？え、バカじゃん。火、全然バーベキュー感ないじゃん。バカじゃん。このソースにつけていただきます。うん。やばっ。待って、これ過去に何度もバーベキューやってる僕の史上最高のお肉かもしんないです。
うん、え、めちゃめちゃうまい。あ、これ過去最高のお肉です。うん、このヒレステーキ完全に過去最高お肉です。ちなみにこのコロコロのステーキはちょっと今いまいちというかえ、めちゃめちゃうまい。これえ、これめちゃめちゃうまいで、めちゃめちゃ柔らかい。え、うん、うわ、米持ってこい、マジで米よこせ。うわ、これは米よこせ、これは米よこしてほしい。うわ、うまっ。今度醤油わさびで、醤油わさびガーリックでいただきます。うん、あ、神の食べ物だ。うん、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 このでも、あ、やべ、なんでこんなぶっ刺しちゃった。このサイコロステーキの方はちょっといまいちなんですけど、肉質がすげえ硬い、硬いんですが、このヒレステーキの方はバチクソうまいっすね。過去一っすね。僕のバーベキュー動画の中では過去一のお肉でございますけれども、うまっ。これもう肉全部焼いちまえ、焼けるまでが遅すぎるんじゃん。よいしょ、焼けるまで遅すぎ。よいしょ、これ全部焼きます。待ってるのめんどいです。これ冷める前に食っちゃおう。ちょっと そんなことより、え、うまっ。うん、うますぎる。このヒレステーキはマジでうまい。うん、うん、うん、うめ。これはうまいです。これはおいしいです。よいしょ、よいしょ。これで全部もうのせきったでしょ。もうマジで、あの、普段僕焼肉とか行っても絶対こういうことしないんですけど、もうこれマジで焼けるのめんどくさいんで時間かかっちゃって、はい、ということで、30分をいつの間にか超えていたんで、はい、ヒレステーキ1枚クリアしたところでちょうどここで終わらせていただきます。ということで今日も長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。スルメさん、また次回の配信でお会いしましょう。バイバイ。あ、動画でバイバイ。ピッ。